こっちトップ誰？E。マスター E。当てんのか、ケイル相手に。イグナイトってイグゾーストとか殺す気満々やん。うわ、あいつのジャングルしばなじゃん。強すぎるわ、負けたわ。ジックスだったら大丈夫じゃない。勝てるの多分3レベと6レベぐらいで。いや全然分からん。それ以外勝てないよ。3レベ殴れ強すぎるからしまう。ウルトがある時ですよね。ん？ウルトがある時だけですよね。千葉な？うん。殴れ強いの？うん。いやめっちゃ強いよ千葉な。ぐるぐるエース積み出したらもう勝てねえよ。ぐるぐるしてるからか。あ？ぐるぐるしてるからか。そう、ぐるぐるしてるから。CS はどうですか、ニャッピーさん。え？ CS はどうですか、ニャッピーさん。聞こえてない。なんかウルグさんね、さっきまで声聞いてなかったけど、また再起動しようかな。 CS はどうですか、ニャッピーさんの声だけちょっと出なかった。ん？さっき再起動しようかもっと声出せや。おお、これで聞こえるはず。これで聞こえるはず。ダメ。全然ダメだな。いや今ちょっと1回目俺はスルーしたわ。ごめんごめん、俺も俺はスルーしたわ。あ、聞こ、でもさっきより良くなったね、また。面白かったからスルーしたわ。風の9クールダウン短えよな。アシスト取ればすぐ。え、違くないだったはず。それブリンクじゃないの。ブリンク、うん、ぴょんぴょんしてた。ハジックスのブリンクはいいだぞ。それは知らなかった。あ、みんなプールパーティーだ。あ、俺もや。気持ちはね。CS どうすかとか、俺さっき帰ってきたとこやからな。ああ、夜勤でしたっけ。そういう。そう。シャドーバースかじゃん。おお、今やってる。シャドーバースって面白いの？めっちゃおもろい。マジ？最初はわけわからんかってんけど。パスストーンの劣化ってイメージしかないんだけど。まあ確かにそうとも言えるけど。面白いんだ。何やろう。
ハーストーンってさ、うん、ほぼ課金必須みたいなとこあるやん。あーまあそうだね、うん、そういうのはない、うん、まあそれは課金した方が早く強くはなれるけど、無課金でも全然強くなれるから。そうなんだね。ハーストーン、まあ、マジで課金しないとダメだからな、あれ。まあ、うん、そう考えると良心的やな。アジックスって回んの楽ですね。ん？きついって聞いたけど。あれ知らないか。あれ語りしないんだ、あれ。気にしてもらわなかったら近くにも住んでも来なかった。フルパーティージュースやるやん。フルパーティーの力。
回も見ないですね。スバノアっていうか、うん、行きませんでした。あ、いるじゃん。敵を倒しました。カットル。あれ？何？靴？極靴買えないの今？ん？お金？あれ？何これ？靴進化できないんだが。バグってる。何これ？バグってる。え？ね？あ！じゃあ勘違いしたわ。普通にベースから出てた今やばすぎでした今ちょっと芝のトップ当たりたいんだけど、どうしようかな。ナイフ帰ったから危ないかもしれない。私も帰りますわ。挟まれあ、スイッチいってる。多分試合音もいってる。芝の降りてくるんじゃないかな。夜より押した。芝の寄ってきそうだけど。
かわいそうかな。トップが。寄っちゃうかも、そっちに。1 MP ない。強すぎる。千葉が強い。あ、あーマジか。ミスったなぁ。しばな、間に合わん。押す。あんのか、オーバフ。治療しちゃう？行け。ちょっと待ってな。
逃げればよかった。ああ眠るし死ぬかも。いけるか？ミッドはいいの？折れちゃう。ジミス帰ってるからダメなの。さあ勝てるか微妙だけどな。いいとこに、いいとこにあの、サヨンのやつが。IMF。入っちゃう。入るから早いんだ。おーい、うん、うん、終わった。まあ強いとは思うね。プロポティオピン強いのかな、アジックスは。強いっすよ。大会でもピックされません。大会でピックされるからといって強いとは限らない。そうですか。連さんが。インバイトプリーズ。ああ、ランクがいいです。え？
24時間解放。これこのアイコンにしてないといけないの？ん？あ、なんかポイントがたまって地域対抗？日本とブラジルとかで優勝、MSI で優勝したチームの地域とこのなんだアイコンつけてプレイしたプレイヤーが多い地域に IP ブーストがもらえるはず。でも日本が勝ててないともらえないんだ。あ、じゃあこのアイコンにしてないといけないんだ。あ、そういうことだよね、つまり。そう、勝利した地域のアイコンを使用していたプレイヤーは、だからそう、今一番多いのはブラジル。CS 買ってもいいけどやる時間がないん、絶対。え？ CS 買ってやりたいけどやる時間が絶対ないからな。買う意味が。ロルはやる時間あんの？だからロルはやりたいし、ロルはやるしたいし。ロルはやる時間あるんだ。うっげる。家には帰らないんですか？帰るよ。あ、パソコン持って。は？持つわけないじゃん。だって家に帰ったら、家に帰ったらゲームできないんですよね。できないよ。ええ。どういうこと？パソコン持って家に帰る。え、ごめん、意味わかんないんだけど。それぐらいゲーム好きかなと思ったんだけど。何？両脇にデスクトップの本体と画面抱えて、キーボードを口で加えて行けばいいの？やばすぎだろ。家の人車あるでしょ。あるけど、何あったら何なの？運んでもらえばいいのに。あ、でもそんなに長くいないのか。何わざわざいこっちまで来てもらうの？そうそう。いや、こんなことしてくれねえだろ、普通。何が強いんだっけな。あーた、あれだ、ラカンにすればよかった。いいじゃん、ルルでいいよ。いや、ラカンをバンすればよかった。あ、そういうこと？うん。まあいいんじゃない？ファーストピックでザヤ取れるから。いや、別にコンビが強いとかじゃなくて、なんか強いんじゃなかったかな？単体でも。ザヤも強いよ。うん、ザヤも強いけど。ルルも強いよ。うん、ルルは強いですよ。いや、ルルバンしとけばよかったんじゃないの？それもある。取られることもある。たまに。チェーン！フー！何使うんですか？ジャックス？リサンダかな。レンさん寝てます？テンションおかしい。寝たよ。
ベンさんがイニシエートになるのか。ネタバレを抜くのがいいんだろうな。ベンさん CS 買ってやんないんですか？やんないよ。フリーズ苦手。俺が気をつければいいのはリーシンだけど、よう。ディグスのウルトは？ディグスのウルトも気をつけるよ。スレッシュのフック、スレッシュのフックは気をつけなくていいだろ。もうトップだよ、だって。あ、連戦フニがいるぞ。負けたな、これも。フニって EMT で、フニって知りないんだって。いや、いろいろ移動してると思いますね。誰も来ねえじゃん。やってやんのかよ。これだからブロシルは。ゴールドの枠ついてたけど。誰が？あ、ジャングルはついてなかった。ミッドとエディシ。トゥ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 。トゥ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 。え？なんで携帯見てんの？ん？あー、あれグレーブさん邪魔しようとしてんのか。でもなんで携帯がずっとミッドでうろうろしてんの？まだ20秒。なんで俺がわざとさなきゃいけねえんだ、クソ。
帰ります。いいね、グレーブス MP ない。あーけどジグスのウルト刺されすぎ。ジグスのウルトがクソ刺さったな今。だから帰ろうと言ったの。弱くなかったけど。あ、レンズに変えましょうと。森に入ってるかも。うまっ俺。今のハイライト撮ってもいいぐらいかもしれない。うまっ。でもスリッシュがいない。あ、帰ってる帰ってる。間違えた。あー危ないな。あ、すいませんでした。あ、スレッシュまだいた。ここにスレッシュが来ると。このグレープスダメだ。私が死んでたから。
ドヤがうまかったな。味方がタワーを破壊しました。レンさんがいるとは知らなかった。ちゃっちゃとドラゴン取れや。2本目は無理や。スレッシュとかが上っていう。
それは無理だろう。リサンドラつえリシントップだと。リサンドラ強っ。
スレッシュとかがいない。ゾヤがいない。時間稼いだ、うん、ドゴールで取った。マジ？間に合わない、うん、あんまり見なかった。ああ、ダメだ。ウルト打てなかった。申し訳ない。
ジグスが入ってると思う。マジで。確かに。どういうこと？ワード置いてほしいってことだよ。相手のジャングル入っていったらね。ワード？そうそうそう。だからバロン周りで戦いたい。あそこにワードがないから、いつまでたっても奥に行けないのよ。ドラゴンの方に入っちゃった。だから連をしたときにこの辺にワードさせておけばいい。見えなくても来てるのぐらい。わかんないか。これが当たれないのよ、本当は人数が分かってれば当たれるけど。もう私も奥にはさせないですよ、あれ以上。
ケイトがここまで来てるとか、絶対めっちゃいるから、ね。うん、自分くらいしか、自分って、え、私が一人で取りに行ったのが悪かったんですか。一人で取りに行くのはよくない。でも捕まったのは3人と2人に分かれちゃったからですよね。違う違う、視界が取れてなかったからと思った。うん、視界の意味がどういうこと。あ、いや、それは後で。視界取りに上に行っちゃったら下の3人が当たっちゃってたんですよ。だから視界が分かってればそもそも当たらないのよ。でも視界取るにはなんかみんなあそこに集まってたから取れなくないですか。だからなっていうのが、レーンがさ、ここまで押すじゃん、押した時にこの辺に技刺してくればいいのよ、はい。うん、でもそこまでに行くのに刺しちゃうんですよね。なんで刺すの、そこで。危ないと思うから。どこで危ないの。なんかどっから来るか分かんないから。で、これ何、ここも刺しに行かなきゃいけないの。いや、そこは、できれば刺しに、人数がいっぱいいるときは、その相手の味方の味方の人数がいっぱいいるときは一緒に進んで OK なのよ。うん、でも一緒に刺したいって思ってるところ行けなくない、一緒に来てくれないから。こういうとこ、こういうとこ、今刺すの、今どこ、うん、通り道、この辺とか、この辺なんで今刺すの。この辺とか敵が入ってる、敵が相手だったから。敵が相手だったからってどういうこと。敵があっちの方にいたから。違う、こっちが今人数たくさんいて、この辺に入ってこれてるから。敵の誰が入りづらいのよ。俺らが、味方が、俺らが全員入ってこれてた。今この辺まで入ってたじゃん。今この辺まで入ってた、うん、分かる。入ってたよね。入ってたらこの辺に技させるじゃん。だからそれまでに刺しちゃってるんですよ。すみません。だからなんでそこで刺すの。どこに刺せばいいかわかんないんだもんね。すいません、私シルバーだからわかんないの。ここは何、味方の陣地に刺しちゃいけないの。今は刺したら奥行った時見えなくなりますよね。今のあれですか、自陣にワード貼らなかったのが悪いですか。
れはあれですか、みんなが奥に行くまでワード持ってればいいってことですか。持ってればいいよ。だってみんながいるとこに回させても意味ないじゃん、みんなで視界取れてんだから。でもみんなで取りに行くんですよね、視界って。みんなで取りに行ってるならいらなくなっちゃいますよ、そしたら。何が視界。そうだよ、みんなで取りに行ってるんだからその場所にはいらないよ。あー、じゃあ離れて取りに行かなきゃいけないじゃないですか、結局いないところに。みんなで取りに行ってるときはいらないじゃん、この辺まで来てて、この辺まで来ててさ。んで、ここに来たときに相手がもしいたとして下がるじゃん、俺らが。そしたらこの辺の視界が見えなくなるじゃん、うん、え、でもだからこの赤バフ。じゃあいつ取りに行けばいいの。だから押したときだって。押したときとかみんなで奥に入ったとき。みんなで奥に入ったとき、ここ刺しちゃいけないんだよね。見えないからって刺しちゃダメなんだよね。うん、今はバロンとかないから行ってもいいけど。バロンの前もより奥の方に刺した方がいいってことですか。バロン周辺。で、みんなで行った方がいいんですよね。みんなで行った方がいい。これより奥に刺しに行った方がいいんですか。うん、今は割と3人いるから刺しに行った方がいいけど、ここまで、まあその辺だね。もうここまでとか明確な決まりないよ。だって 5秒とか1秒ずれるだけでライン変わってくるんだから。ん、でも今までやっててそうだったからな、聞かないとわからんな。無理だ。すいませんでした。まあどんまいだろ。何が悪かったのかがいまいち分からない。自分で分析しなさい。途中まで 3-0 とかだったんだけどな。そう、グレーブスが捕まってたのが私のせいってことかじゃ。それもある。
レーブスより前に行って取りに行くべきだった。グレーブスと一緒の位置に行って取りに行くべき、うん、サポートはね難しいよ。これとなればなるほどサポートはちゃんとやってないと何もできないからな、チームが。サポートってレーンだと ADC のサポートだけど、ゲーム全体だとチームのサポートだから、うん、あれじゃ名前がサポートだからサポートだからじゃないよ、うん、味方が戦うための基盤作りをサポートが、でも私3つしか持ってないのに何がワードじゃあ4つにすればいいんじゃない4つっていうか、まあ、ピンク合わせても同時に置けるの3つなんですけど。じゃあ今リプレイしながらちょっとやる？リプレイしながら。ああ、うんうん、そうですね。あれしてんだから。え、動画撮った今の？うん、撮りましたけど、YouTube、私のとこだけ見てもしょうがなくない ？YouTube で、ああでもそうか、そうだね。Twitch で撮ってたけど。まあいいや。対戦履歴じゃ見るか。しょうがねえからもう